6番のプレイヤーは、さいノ能氏です。レ能ノ氏、把握をお願いいたします。ということで、まだ誰の発言も聞いていないんですが、<し>私が大事にしていることは、まあ、もちろん私の新名新あの、対抗でた場合、新はちゃんと勝ち取れるように頑張りますというところ、ただそれ以上に占い師にはしっかりしてもらいたいといったところですかね。うん まあ霊能師まあ、2人出たら基本的にローラーとかになっちゃうと思うんで、まあ、そ,それはそ,それで構わないんですけれども、えー、占い師が新芽ちゃんと取れれば、そこえー、もう占い師新芽ちゃんと取れれば、村は基本的に勝てると思っているので、うん。っていうところぐらいですかね、私が言いたいこととしては。だからえーまあ、もちろんグレーの方に、村人の方にも、もちろん白,白くなってほしいっていうのは本音ですが、占い師が一番しっかりしてほしいっていうところが私からのお願い。 うん、ちゃんと2人以上出た場合は、セーぜはきちんとしますというところで7番さんに回します。よろしくお願いします。7番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師です。9番さんに、9番さんの浜崎真央さんに白いものが出ています。はい、アークお願いします。6番さんにね、あのしっかりしろっておりましたらね、頑張ります。シーンしっかりね、取っていこうと思います。 ロックマンさんの発言ね変ななことなかったです、ねうんうん、まあまた人形確定してから話そうかなって思います。でえー、っと占い占い師の進行論言わないから「信切ります」とか言われるんですことが多いんですけど何言えばいいんですかね。まあ、しっかりあのグレーの人は単体精査をしっかりしてください占いあの占いたいんでねあのしっかり黒を狙って。 くらいかなあと、狩りの話はしないでほしいですね。まあ、狩りは、できれば2周目に出たほしいです。占い師ははめたいんでね。 8番のプレイヤーは発言してください。さいはい、おはようございます、えー。私が真の霊能者です。霊能者です。把握お願いします。えー、6番さんは1、1人目で出たので、まあ、強人だというふうに思っています。えっ、ー、と、強人はやっぱり霊能に出てローラーされた方が強いと思っているので、えー、まあ、太鼓強人かなと今の段階で置いてます。1人目でオオカミで出てくるのは結構勇気いるかなと思っているので。 はい、そんなとこですね。うーん,うーんで、まあ村の皆さんは、霊イロンはやっぱ安定志向だと思うんですが、えっとまあ、どっちの方なんですかね、信義をつけてほしいなというふうには思っています。で、えっと と7番さんに関しては占いしよで、まあ、先のところに打っているので、盤面的には死の可能性は少し高いのかなというところですね。えー、他にいるならば、後ろの人が占い使用して、えー、確実に発言をっているところにさせばいいかなというたので盤面上の考察だけ言うというところは、死は高いのかなというところですね、えー。盤面で揃ったらまた考察していきます。9番のプレイヤーは発言してください。村人です。 しようありません <laughs> めっっちちゃゃなた6八の精査はね分からん6番さんの印象良かったけれども8番さんに対しても特に引っかかる発言はなかったから6番さんの発言でいいなって思ったのは結局自分が死んでもろらされても真の占い師がしっかり真を勝ち取ってくれれば3日目の気のうちに勝ってくれ勝ってさえくれれば全然勝てるっていう視点、うん、うーんすげえその通りだと思ってる。自分も霊能者引いいたらそういう気持ちでやっ 基本的にロラは完遂されてしまうしいくら自分が真面目を取れるような発言をしたとしてもどうしてもやっぱり決め打ちっていうのはできなくってだからこそ占い師のは真にしっかりしてほしいっていうのは6番さんの印象がすごい良かった八、うん、番さんに対しても7番さんに対する精査はのその位置では納得ができるから68の真理は分からないかな、うん、7番さんが自分に白を出していることは確かに自分がもし真の占い師であればこのゲームにお,ておいて占いオオカミが出ることがとても多いから パターンがあるよねっていうところでしょ、8番さんの言いたいところは。だから8番さんの指摘もわかる。6、8の星座に関しては2周目かなっていうところかな。7番さんしか占い師はいないんだけど、7番さんに関しても特に引っかかった発言はなかったかな。うんまあ、強いて言うのであれば、あ、やめよう、この発言は。えっと、<laughs> 人形がしっかり揃ってから考える進行路何言えばいいんだろうね。うん、何に関しても特に引っかかった発言ないから、このまま回すしかないかな。自分の信仰としては、 申し訳ないが基本的には霊能オーロラしたい、完遂はしたいと思っている。どれだけ新芽があっても完遂はしたいと思っている。君討ちはあんまりしたくない派。その間に占い師が黒を見つけて、占い師の黒先と発言の単体精査をして3日目に君討ちをするのが一番強い進行だと思っています。以上です。うん 1> 1番 のプレイヤーは発言してください,、まあ、ださいはいおはようございます一番ツですよろしくお願いしますまあ一回まあ9番さんつけちゃったんだけどまあほっときますねえっと決め打ち盤面はしたくないっていうんですどんだけ新ーがあろうと決め打ちはしたくないっていうのはそれは狼目線の考え方なんではないんでしょうかっていうのはちょっと気になりましたねうん。もう決め打ちできるのであればその新要素を皆さんが納得できるのであれば俺は全然決め打ちで構わないと思ってるんですけれども まあ考え方の違いなんですかねそれちょっと狼目線なのかなってちょっと疑っちゃいましたね。うん、あ特に気になったのは7番さんと9番さんのそんな初めの喋り方がすごくドギマジしてるなっていうなんかを考えてね考察してちょっとなんか考えてるような考察に自分は聞こえました。たで6番さんと8番,8番さんはまあ,あの心理をつけて指名を取っていくと勝ち取っていくよっていうその心意気がちょっと見受けられたんですけれども。うーん 8番さん、ローラー目的で1人で心理をつけてほしいと、7番さんが9番さんに先に打ってるから、まあ、9番さんもそれについて語っていましたが、えー、白特攻して破綻がなんちゃらこうちゃらなんちゃらこうちゃって言ってました、それで新芽が取れるって言ったら、俺は全然苦労しねえなっていうふうに思ったんですけど、そこで白要素を拾うかと思って、考察に抜かんで、その意思的なその考察で白をつけるのはちょっと甘いのかななんていうふうには思ってますね。 <で>うん、6番皿占い師を新名取っていこうと。全員いただきますよ。うん、全員いただきますよ。黒い要素全然ない,んでないんですけど、俺が気になったのは、まあ、6番皿占い師に任せっきりだなと。新名勝ち,く勝ち取っていくっていう割には、ちょっと占い師さんに任せすぎだなっていうふうに思ってますので、まあ、2周目の考察期待したいなガッチメント勢だな期待したいななかなっていうふうに思ってます。自分の進行,進行ですと、まあ、6、8、えー、ローラー。まあ、あの決め打ちができればそれはそれでいいですけれども。えー あのローラしていきたいな、というふうには思っております。二番のプレイヤーは、発言してください。さいはい占い師をします。ランダムで四番さんが白、四番さんが白。なので、四番さんはマックス教授。名前の通り。でこれ、ずっと言いたかった。<laughs> はい、終わります。 えっと、6、8の審議については、8が圧倒的に2戦目だと思う。というか、8はぶっちゃけいらないと思ってるかな。えっと、理由は、7を盤面的に真だと見たい。盤面的に真だと見たい。じゃあ、8番目線は初日囲いっていうのを一切追わず、7番が先に白出してるから、盤面的に真なんだね。俺、そういう盤面考察しかできない人間は正直村にはいらないと思ってるから、もう俺、8から絶対に釣るともう明言しておく。6の真が、6, の6が、えっと、 確実に死んだと思う場合に限りロラー止めるが、まあそうでない限りロラー完成する。うん、俺はもうこの時点で8から釣るともう明言します。で、1番はマジで白いと思った。1番っていうのは7の出方考察プラス、えー、と9の出方考察をちゃんと触れていた。8番7の出方おかしいと思わなかったのかな普通に考えてなんか白崎めちゃくちゃ迷ってたでしょ。 俺多分初日、書こうかどうするか迷ってたっていう動きに見える。で9番さんについても、ななんんかそのだろう出だしの話し方が怪しかったかなって単純に思った <laughs>、うん。考察の内容を生んのは別として。まあ、なんで7番さんを新目に見れるのか、俺は正直、村目線どうかしてるかなと思いますね。あの発言内容で。で、盤面考察しかしてない8番は心霊のであってもいらないと思うので、8番から積みます。以上。3番。 真面目だね、君たちはね。うん、そうね。一番さんの白い要素としては、七番さん、九番さんの発言の出方的な引っ掛か,かりになね。と、ね、いったところ。で、二番さんにお聞きしたい。説明するかじゃ。九は老老がこい見えたのかな、あのためさ。まあ、七番さんをローと置いた場合、九番さんローで囲ったように見えたかな。それとも他に狼がいる風に見えたんでしょうか。そこちょっと西目聞きたいなって思ってる、二番さんに関しては。うん あ,あそこの7番さんの発言の仕方で迷いが生じたように見えたんでしょうあなたの目線。であるならば、9番さんは果たして村なのか、それとも囲いに行ったのか、どうなんでしょうかというところ、それをお聞きしたいな。うーん、そうね。8番さんもね、わかるよ。出方交察でうんぬんかんぬんに関してはわかるんだが、俺、狼でも普通にやるしね。やった方メリットだいぶあるでしょ。 えー7番の1だったらえーっと6番が出てるから8で自分のいて7の6えー相方てるから6でしょ7番がオオカミだったのね6分の16分の1計算合ってる合ってるよねロロしないんであれば6分の1結構確率論で言えば低い方だよね6分の1ってだったら全然やることの方がメリット高いと思うしね俺はうん うん、だからね、そういうね、見方をね、してないね、一番さん。そこら辺も理解できるが、そこだけではって言ってる一番さんが僕は白いと思ってるかな。うん。ってところ。うん、六番さんに関しては、すごいなんか喋り方が丁寧で印象いいなと思ったぐらい。正直6、六八、どっちが死ん、ね、で、どっちが偽だとかはあまり言えない。二周目聞かないとわからないってところです。えー、まあ以上ですかね。二番さんは、九、えー、番さん以外で狼オえるなはどこだと思いますか4番 のプレイヤーは発言してください。くださいはーい占い師の審議だったりとか、霊能師の審議だったりとか、2周目の発言を聞けばいいと思ってますね。うん。現状では盤面の精査しかできないから、そこまで伸びると。でも、占い師どちらもいいなと思うし、霊能師もどちらもいいなって、なんかいい村入ったなって思います。キューバーさんに関しては村だったらかなり頼もしいと思う。発言もかなり伸びるし、あの3人、しかも役職,しか役職者しか出てない盤面でかなり伸びてるなと思ったけど。うん。 でえー、と9番さんの発言っていうのは9が囲われてない視点での発言だから1番さんがすげえぶん殴る要素ではなくて9番というのは自分の村を知っていれば7からの囲いがないっていうのを提唱できるから多分1番さんが思っているほど9番さんってそこまで変な発言をしてないと思ってますよ1番さん,、うん。っていう感じかなまあ1番さん視点で抜けていたの2番さんが提唱していたが7番七9の囲いがあればっていう8番さんのツッコミだったりとかもね。 そういうのも全て2週目だと思ってますよ。初日格好意があれば、うん、2番3番が言ったようなあ、そういうのもあると思ってます。うん、すげえみんな伸びんなって感じですね。うん。マーさんに関しては、1番さんの白要素というのを一応上げていたが、盤面が見えないことが白いって形なのかな。ごめん、ちょっと聞き取り。 能力がちょっと僕は低いので、三番さんが一番さんを違和感を抱いているのか、それとも一番さんをすごく白く見ているのかっていうのが、ちょっと僕の方ではあまり理解ができていず、もし三番さんに2種目余裕があったら、一番さんどうすて,ているか、るかっていうのを聞きたいですね。 あと、浦返し両方に触っていた。え2番に突っ込んだり7番に突っ込んでいる。明確に2番7番にどういう返答をしてほしいかっていうのを伝えた方が良かったのかなって思ってます。うんうん、かなり発言が伸びる村楽しみにしてます。僕はこんなくだらない盤面整理だけ意見だけ残して5番さんに回します。以上。5番、のプレイヤーさんー発言してください。はい、おはようございます。 とりあえず一番気になったのは2番さんなんですけど、4番さんに対してマックス狂人ですってのは、あれはダジャレなんですかね ?4 番さんの名前がそうだからそう言っただけでなんかな番 ?2 番さん目線ってだって、68と例のが出て、7番さんが対応で出てるから、4番さんって確定でしろそれとも新郎新郎を追ったのか真面目な人多いね。4番さんに対してはマックス狂人ってっのは、ただと冗談だったのかどうか。えっ、ー、と、そこに、まあ、3番と4番。 ら辺で突っっ込むかなと思ったんだけども3番も4番も突っ込まなくてんで、うん、と思いましたけど3番さんに関しては1つちょっと気になったのが2番さんに対して雑な殴りをしているなという感じですか、ね、2番さん目線っていうのは1番さんが白っぽく見えてて参考と発言がまだ終わってないから9番が怪しいと思ってるわけでしょ どこに狼一がいるとかってまだ発言が聞いてないからそれは分かんねえんじゃねえかなっていうふうな感じですかね。うん、2>, 2番さんの4番さんのマックス狂人っていう発言があったことから2番さんがもしかしたら狼で3番とライン切りをしてる3番がライン切りしたのかなっていう印象が若干あった。それぐらい3番の2番に対する殴りがちょっと雑だったかなと思ったんだけど。うーん どうなんですか、ね、まあ、グレノの6、8に関しては、8番さんの、まあ、これはみんなが言ってるんだけども、7番さんが、えっ、ー、と、まあ、盤面、えっ、ー、と、盤面的に、順番的に、わか,かんないけど、白出し的にか。白出したところが、っえっと、喋りが終わってないところだったからっていう発言があったけども、まあ、2番さんも発言が終わってないところに白出しているわけだから、まあ、8番さんの発言は、2周目にガラッと変わることでしょう。ね、しっかりと、そこら辺どったのかっていうのは聞きたいですかね。グレーの中で気になるのは3番。 占い師に関しては2番さんが4番さんのマックス巨人といったことがちょっと気になっています。6番のプレイヤーは発言してください。右に巨、えーまあ、人でしょうね。まあ、あの占い師が振動。3番さん白かったのになで、まあまあいいや。グレーから出るっていうのはかなり強いと思う。だって3番さんは両占い師にやたら長い時間殴った。振動の可能性があるのに。 えと相方になかなか長いこと増えるっていうのはしにくいと思ったし、3番さん強かったんだけど、まあ、いや、下流太だったということで、正直、黒い血はわからないですっていうところ。うん、ただ、俺、1番さなん、なんだっけな、3番さんが突っ込んでたんだかな。7球がドギまきしう,ん、そう7番さん売れない人としたら自信なさげで、ちょっとし、本心だったらしっかりしてくれっていうところ。まあ、2周目なんで、ちょっといろいろな話聞いてるから、考察期待してますっていうところ。 えー、で9番9番さん、ぎこちない C というのであればと、えー、い,いう発言があったけど、どういうことを言いたかったのか、できれば教えてほしい。<laughs> でまず、ね、いが大事っていうのはまあ私と同感なと思ってるんだけど、一番さんか、一番さんは盤面決め打ちした方が強い。そうできれば8はつって私に残してくれた方が、他には使えるから強いというのは一番さんの考え方。で9番ローラーするっていうのがオオカミの考え方かどうか、まあうるあのー。村人でも自信 そういうことを考えることがあると思っているので、まあ、それは一概には言えないと思っている。だから、9にも1にも白い要素はあると思っている、私はで。4番さんか、4番さんはね、まあ自分でも、自分でも言ってたけど、盤面整理だけしかしてなかったっていうところはあるけど、しっかり話を聞いてるなって印象があって、それぞれいいところがあったんだよな。で、5番さんも4がマックス狂人っていうのは冗談なのか、本当なのかって突っ込んだところも、ちゃんと狼探そうとしてる要素があって、それぞれに白要素があって、正直。 誰が怪しいかっていうのは決めつけ決めれない。でも今日はとりあえず八番さん、まああの例の、まあ、ローラーでも構わない。八番さんとりあえず行ってください。ところ以上です。七番のプレイヤーは発言してください。ちょっと言っておくとですね、皆さん浜崎まおご存知ない。浜崎まおっていう、ね、名前なんですけど九番さん。まあダイレクト言うとあの AV 女優です。AV 女優。とっても可愛い AV 女優です。だから私は白いものが出ていると。 しました。だからちょっと出方が濁,濁って、9番さんも強いて言うならの発言。これもあの多分その関連の話だと思います。皆さん真面目で。はい。いいことだと思います。って感じかな。まあ、余計なこと言いましたね、えー。4番さんに関してはすごいね、盤面整理しかしていませんでしたが、でもその整理の仕方がすごい良かったと思いますね。1番さんに対するツッコミかな。 4番さんは、その上で1番さんはどう見てるのか教えてほしいですね。それから3番さんに対しても言ってたよね。しっかり27の、どう思ったのか言うべきだったみたいな。すごく白く感じましたね。うん。余裕もある感じで。なんから4番さんは占いません,、うん。5番さん黒く感じましたね。5番さんに関しては、えっと、やったら2番さんの発言、マックス教授という発言がどうだったのかっていうのを突っ込んでましたが、それ、そのいう雑な、 殴りをするのは、ご自身が言っていたライン切りに当たるのではと思いましたね。なぜ、三番さんが二番さんに雑な殴りを入れたことがライン切りという言葉につながったのか、よくわかりませんでした。二番さんにそう知っていたのでしょうか。 グレーからするなら5番さんから行きたいと強烈に思いました。4番さんが白いと思っている点からも5番さんを釣ってもいいかなとも思ってます。ただし6番、えー、っと、からするのであれば6番さんから行きたいと思いました。理由としては5番さんへの突っ込みがあまりにもなかったかな。グレーで黒い人はいないっていう発言がちょっとなと思いましたね。私は5番さん黒く思いましたね。はい。対抗に関しては2番さんは狼と見ております。<laughs> ところですかね。まあ2号だと、 思いますけどね違うかなすげえにいい子だと思いましたけど、ね、ライン切りって言葉が出るのがすげえ不自然だと思いましたね。8番のプレイヤーは,は発言してください。さいはい。えー、そうですね。グレーリュートは7番さんの目線に一番近いかなと思います。まあ、ほぼほぼ同じになっちゃうんですけれど、5番さんは2番さんのマックス巨人が引っかかるって言って、まあ、2番さんの方ちょっと怪しいんで見てたんですよね。で、3番さんっていうのはそこに、えー、 結構突っ込んでたんですよ、2番さんに対して。だそこでライン切りを追うのって早くないかなと純粋に思いました。うん、で、6番さん、やっぱり強人かなというふうに思っています。まあ、グレーの黒位置が分からないということで、まあ、単純に黒を上げてないんじゃないかなというふうなところですね。まあ、他にあんまり黒い人がそこまでいないというのは分かるけど、うん、新居で出て、狩人もグレーに刺さってるので、グレー詰めとかダメですかねと思っちゃいました。単純に5番さんの色見てみたいなと思っていますが。うん で4番さんに関してはそうですね、まあ、えっと、占いトレイは2週目の発言を聞いてというところなので、まあ、今の段階で、えー、占いでのが2週目発言終わるのでどう思っているのかをちょっと聞きたいかなというふうに思っています。えー、2番さんに関して、まあ、突っ込まれましたが、まあ、<laughs> あの段階ではという限定の話なのでね、そこをそんなに言われてもっていう感じですかね。 うんあ村の総意で霊能から行くならば、えー、自分はタイ六6に入れますが、グレーからという進行であれば、自分は5番に入れたいかなというふうに思っています。はい。うん9番さんに関しても、1番さんに関してもそこまで黒い要素拾えてないので、まあ、2周目次第という感じですかね。はい、以上です。9番のプレイヤーは発言してください。すげえ便乗するね。25だと思うこれ。25だと思うけどな。 2号だと思いきの7番さんは朝4番さんを占って白白が出ればそれで盤面めちゃめちゃ詰まるっていうところ1号の殴り合いに最終日になってそこの精査になっていくから現状1番さんの方がめちゃめちゃ白いと思っているその盤面で5人目の発言において全員に殴りを入れるねというふうな意気込みめちゃめちゃ白く思ったね9に対するツッコミに関しても自分は出方が確かにおかしかったからそこはツッコまれるなっていうふうに思ってたからむしろツッコんでくんねえかなってちょっと思ってたから7番さんのねまあ発言で大体分かったと思うんですけど <laughs> <laughs> うん、5番さんの黒要素としてそして2番さんの偽要素として今から挙げます、ね、2番さんの偽要素,として要素としてはまずは8番さんが、うん、と7を真に見てて盤面的にそれだけでなんだっけな7の真があるって言ったから2番さん目線8はいらないって言ってるんだけど占い師の目線と村人の目目線線とって違うんだよね違うから2番さん目線では太鼓の7番さんが狼でそれを真に置いてるから2番さん目線は8番さんのことをいらないっていうふうに表現をしてるんだけど村人目線っていうのは7と2の占いの真偽がついていないんだよ。 2番さんがその発言をするようであれば、2番さんのシーンが見えてないと、2番さんシーンみたいには思えない、その発言は。うん、その位置で、8番さんの殴りも不当だったと思ってるよ。3番目の発言で、7番さんに対する指摘に関しては、8番さんはすごいいい、ベターな回答、ベストとまでいかないけど、ベターな回答をしたと思っている。その8番さんのシーンを切るという発言は安易だと思っている。6、8の精査なんかわかんない、正直。うん 5番さんに関しては3番さんは2番さんのことを的確に怪しい要素を言ってたと思うよ。なんだっけななんか言ってた。7が狼だったら9の囲いを見るのって発言2番さんが確かになかったからその発言は的確だと思ってる。そこをライン切りと捉える5番さんは黒いと思ってる。暫定25だと思ってるから。発言してくだ,さいえだって俺もさ盤面交差する人俺,俺もいらないんだけどさ。 だってさ、7番がさ、じゃあ先に9番さ、先に出した白を出したから、それはしそこだけでちょっと新名かなっていう、その一石考察、考察うんぬんかんで、じゃあそこでさ、白つける人俺いらないのって、俺2番、え、俺がおかしいのかなみんなめっちゃ叩くじゃん、2番に。<laughs> え俺2番さんと同じ考えなんだから。8番さん、な7番な、誰だっけな、なんか触れてたよね。8番さん、7番さんのこと気に入らなかったのって、最初の考察の、そのえなんか、のだだね、7番さんからてたよ。最初でなんか、 シーッとか,なんか言ってたんだよね。なんかシーッて言ってたよね。うん、<laughs> めっちゃ気になったんだけど、俺 <laughs>、うん。そこに関しては、まあ、するっていうことで。で、5番さん、え、なんかこの役で、なんかその進路進路あるのかって5番さんの問い,問いかけがあったよね。うん、あっと思うよ、俺は。うん。まあだ、だここが狼要素、じゃこのかこの人が狼要素って今、拾いてる状態ではないけれども、あ,のあると思うよ、俺は。うん。 人が潜伏してみたいな全然あると思う,ようん。その殴り、それで雑殴りっていうのもちょっとおかしいなっていうふうに思ったけどね。ちょそれに加えてなんか7番さんに関してはなんか殴り,殴り方が全然違うなっていうのを思っていたけれども。うん、ーえぇ、ー、<laughs> もうみんなが考え方の違いでしかないからもう黒要素がわからん。 もう正味分からんただ、俺は5番さんのとこが気になったというところで、あのこれからね後半の、俺はまあまあグレーだったら5番さん釣りたいんだけど、グレーの、ね、方からはグレーだったらここ釣りたい。今日はここ釣りたいけど、グレーだったらここ釣りたいなっていうのもね、ちょっと一の加えて、ね、発言していただければね、うん、そこ釣りたい理由も明確に言っていただければね、あの、まあ、この後の話は進んでいきますので、よろしくお願いします。今日は8番からです。 まず3番さんにお答えすると、僕、エスパーじゃないんで、どこに人狼がいるかなんて分かりません。うん、7級の初日過去にあるんじゃないかなって発言を落としたけど、かなぐらいね。うん、まだ分かんないけどね。なんでその789は256で、あなたたちはエスパーなんでしょうかと思いましたが、まあ、7番が2をこう、釣り落してるってところから、7番の狼はないんだろうね、と思っています、現状は。 うん、あごん、ごめん、5番に返答して、ごめん、番の狼か、五番の狼はないんだろうね。五番に返答しておくと、俺がマックス教人って言ったのは冗談で、ね、俺が占い引いて、4番に白崎が出たところから、俺が初手であっても何手であっても言おうと思ってたこと、冗談ですすいませんでした。ちゃけただけです。うーん、なんだろうね。8番ってさ、えっと、1周目の3番っての発言の時点で、7の白崎が9に飛んでいることから、7の新名は高いんじゃないかって発言落としたよね。 8番で初日格好の線とか一切終わずに7の使命が先借金資料を出してるから高いっていう考察を落としてるんだよ。だからいらないっていう発言を落とした。別に全然俺の目線間違ってないと思うんだけど。だって8番って村に残していても俺の使命を下げてくるだけでしょ、きっと。だからいらないっていう発言をしてます。なんで同じ,じゃんなので僕は今日絶対8に行きます。<laughs> グレー、どこでしょう <laughs> うーん、3カだから。俺目線は914。9145。 915。914っつったな。7番が5を劇的に釣りをしているところからは5は除外する。1は俺は1周目、2周目、ともに白いと思ってる。あ俺に占われたくないっていう線もあるかもしれないが、今のところ白いと思ってるから、正規法で今のところ7、9じゃないかなと安直に思っている。ただこれは占いをしてみないとわからないってとこかな。そんなところ。6、8から行くなら8。 まあ、グレーで片白からってい,いなら九からいくとしか落とせないです。以上。3番のプレイヤーは発言してください。<あ>うーん、なんだろう。俺が出た意味、組み取ってくれたのは8番だけだったんだ。なんか悲しいね。わかってる現状。占いに、霊能に、片白に、カングレに、カレード1だけど、カングレ詰めた方が良くない ?2 番さ。ん。ねえ、7番さん。7番さんは明確に5を釣りたいって言ったんでしょ。じゃあ5を釣ろうよ。うん。うん 今日5ずりでいきましょう。はい。異論は認めませんよ、2番さん。ね。正直5番。いてもいなくても一緒でしょ。ぶっちゃけ。若干濁って終わりでしょ。ね。で7番さん、しの子の言わずに4番占うこと。絶対に100%。わかった ?7 番さん。占いよ、5つにならねああ。俺が出た意味考えてね、そこら辺。6番さんに関しても、2番さんに関しても。 えー、2番さんは9番さんを占う。7番さんは4番さんを占う。今日は5を詰める。えー、例の、えー、で1番さん、えー、もしね、4級が白白、えー、68が白結果しか落とさなかった場合、あのため線があなたが白であるなら、進路進路が確定するっていう感じ。これでいいんじゃないでしょうか。<laughs> ってところじゃないうん。ね、盤面考察だけしてるんだったらわかるよね、4番さん 盤面上、それが一番正しい選択だよね。一番さんも盤面的にはそうわかるよね。言ってる、俺の言ってる意味が全員理解できると思ってんだけど。うん、今日は5番でいいと思うよ。うん。まあ、それぐらい。今日は5番に行きましょう。はい、以上です。4番のプレイヤーは発言してください。バ番さん、役職カリドじゃなくて独裁者って書いてません独裁者だけかな。 札にはなかったっけその役職分かんないけど別に例の爪でいいと思ってる俺は8番から爪たいなと思ったんだよね8番ってグレーの色を見たいんだよねで7番の発言から7番の2周目の発言から5番を釣りをしたいって言うっすよね7番視点って4が白く見えて9に白が飛んでいる8番視点っていうのはもし5の色を見て白黒結果が見たら71ラインか25ラインだったりとかっていう予測を出さなきゃいけないと思うんだけど うん、霊能者って誰かを釣り殺してその色を村に落とさなきゃいけないから多分明確な推理が必要だと思うんだよね。うん、7番が5を釣り落としてる7っていうのは割と不,不,不成立だと思ってて7番は4を白ししてる9に白が飛んでいるだから71しかないんじゃない ?8 番さんもしグレーを冷たいんだったらそういう発言精査が多分必要だと思うもし22番目でグレーを冷たいですっていうんだったらねだから僕はその発言がないから8番さん釣りたいなってちょっと思ってしまいました。 うん、で5番さんに関しては一つ言いたいのが、うん、皆さんはちょっと要素拾ってないのかもしれない僕がもしかしたら聞き漏らしただけ聞き違いをしてるかもしれないけど1番さんに関して7番さんが発言の前の9番さんに白を打って1番さんはそれが新要素だと言った5番さんは発言の最後の最後に2番も発言の前の4番に白を出してるぞ って言ったんだけど、2番線っていうのは太鼓の7番が占い師に出てきていることから、別にそれって全然新要素になんなくて、7番と2番の差は明確なんだよな。それを1番になか投げかけたのが意味がわかんないのと、3番さんは今日ちょっともうちょっと楽しみません。例のロラしません。セオリーで楽しみません。そんなことダメすか？うん。3番さんは7番さんに護衛を寄せてほしいから、2番線で9144を入れたのは絶対にないから。 っていうわけで僕は霊能師に投票しようかな、楽しみたいなって思ってます。以上。5番のプレイヤーは発言してください。はい、おはよう。あ、こんにちは。5番のトロロです。2種目ですね。2番さんが4番さんをやりたい時点で2番さんの芯を切っていいと思います。2番さんの芯を切るんであれば9番さんが白。4番さんか1番さんのどちらか。なんでグレー詰めでも僕はいいと思う。2番さんの芯を切るという意味で。 うんだから僕目線は1番さんに行ってほしい。もしくは、まあ、まあ、4番さんは釣れないんだろうけど、1番さんでもそこまで黒く見えなかったで、あの時点で2番さんっていうのに、結構なヘイトが集まってるところで、1番さんだけ2番さんになんかよ,よりかかるというか、そういう発言をするのはちょっと、さすがに目立ちすぎるだとは思うんだけど、4番さんもそんなに黒くないんで、どっちも比べてもあんまり分かんないですね、1、4に比べたら。 うーん、ぐらいですかね。正直発言が伸びないのは申し訳ないですけども、なんか初日の初週か、2ライン切れっていう言葉を使って怪しまれてるとも申し訳ないですけども。どうですかね。僕的には1番さんに期待、2番さんの芯を切るというだけなんですけども、2番さんがさっきの発言で1、1、4、5って言ったんだけな4番さんを含めたのが芯だったらありえないと思うから。仮に僕をつるんであれば、2番さん、 は芯を切って進行していただけると助かる。まあ、僕は釣られたくないので1番さんに入れますけど、今日は。ぐらいですかね。消去法ですね、もうこれに関しては。2番の芯を切ってるからグレー詰めで1番に行く。僕は釣られたくないから。うん。ですかね。他に言うことがないですあ。ちなみに2番の芯を切って2番に行かないのは7番の占い値を狭めたいから、それだけです。 以上です投票を始めてくださいじゃないべ5番のプレイヤーが選ばれました。 5番のプレイヤーは発言してください。まあ、さいまあ、ま釣、あ、られてしまったなら申し訳ないですけども、まあ、とりあえず、霊能者さんにか、まあ、新霊能者さんに関しては、白しか出ないんで、うんまあ、そこでまた審議をしていただきたいですね。で、まあ、やっぱり2番さんの芯は切っていいと思うんで、7番3、新進行で、一応のどっちかでいいと思います。うん。まあ、もしかしかたら6、8に 狼がいるかもしれないですけどもまあそのパターンって出上げだからレギュレーション的にはあんまりないかなと思ってるんで一応のどっちかだと思いますどっちも発言的に黒要素があんまり広げてないのでどっちがどっちかっていうのはできないですけどこ、うん、んな感じですかね他に言うことがないはいまあそんな感じで頑張ってください別にシメは特に黒くはないな夜が来ました 目を閉じてください。占い師は目を開けてください。占い師は見る相手を選んでください。うん、グレーズ目珍しいですね、割とね。 占い釣りの方が多い気がするんだけど、占い釣りは悪手ですけど、占い釣りの方がなんかまだパターンとしては多いですよね。こうなっちゃったパターンが。なかなかないですよね。なんだかんだ霊能が釣られることがやっぱ多いので。 た。昨夜死ンダのは独裁者シス。三番、四番のプレイヤーは発ー、発言ンしてください。あら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 。パンダパンダですね。パンダ祭りじゃないですか。うーっと。 あ、僕確定してますかじゃあ今日は2級の乱しましょうか2級の乱なんか結構グレー詰めをしてる人が多かったんでその進路進路の場面も一応おった方がいいかなと思って連動したんですけどねまあ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 今更なので背負りに沿った進行しましょうかうーんそうだなあのね3番さんがね占い先をしてし,し,てしまうとね黒が出た時にね理由いらないんですよ いや、俺は三番に指定されたから、九黒だと思って占ってないよ。確定白ができればよかった。でも、九だったんだよね。びっくりって、独特な理由ができちゃうんですよね。だから、占い先してはあんまりしない方がいいかなって思ってます。うーん、今日は二と九の裏、二番さんは九番さんの黒良さを上げてくださいね、うん。この村で一番白いの九番さんだと思ってるけど、俺、うーん、自覚はあるな、うん、正直。うん、ねうん 二番線っていうのは、昨日の二週目の発言で、一位を相変わらず白押しし、五番に対しての返答した。で、五番に対しての違和感っていうのは全然提唱していないし。五番の黒いも上げていないから、二目線ってもう急に黒打つしかないよねっていう場面。二番が人外でも、二番が死んでも、五を確定黒にするようにやってくるのかなと思ったんだけど、例の結果がパンダになるから。 ってていいうう感じななののかなと予測はしています今日はしししまます今日ょう、うん、確かに強い進行なんですけどね、僕はちょっと楽しみたかったなっていうのがありました。皆さんの発言を一日でも聞きたいなと思ってましたよ、うん。1番さんは今後の人狼界を背負っていけると思ってます。頑張ってくださいね。6番のプレイヤーはどうでしたか ?5 番さん、確かに5番さんの昨日の発言ってすごいなんか極解したふ 曲解したたっていうかねやたら番面が見えてるのかなと思った ?2 番さんは7番さんはそこまで偽を決めれる要素があるのか私は正直決めれなかった。ただ7番さんが狼だった場合、78、79両方あり得ると思ったけど、うんで。7番さんも7番さん,であさん面見えてるのなよまあ、まあ、?9 番さんがヘブイの話とか5が黒く感じた。うん、5のはライン切り発見運私はそこまで引っかからなかったんだよな。 むしろちゃんと発言を拾っているなという村人に感じたの、ね、に、小判さんの,そ,のそこら辺は村予想と感じた。だから正直、怪しいとこは見つけられなかったっていうところ。ただ、2週目、やたら先ほども申し上げたように、あの盤面が結構見えすぎているという感じがしたから小番さんを釣りましたというところ。うん、正直、迷ったら8番さん入れてくださいというところ。もう8番さん目線はもう、あれですよね。2番さん2世で7がシンって見えているんだよね。もう8番さんの目線の話は終わっている。私目線は正直わからない。 79オオカなのか、もしくは71、えー、もしくは,じゃあは4番3確定しろなんかな、71か,どっちかの。どっちかっていうことだと思ってる。うん、78は絶対ないから、2番3が真であった場合の、うん。だから今日は、私はもう8番3行ってほしいな。まあもちろんこれが安定進行になるんだけど、この後発言できないというか、聞けないので、79なのか、12なのか。うん 1>, 1番さんどっちかっていうと私は七球おっちゃってるかな一番さんその2番さんがなんか9番さんが2番さんに対して突っ込んでたけど私目線は12の方が印象がいいしって言ったらまあ自分の目線でしか語れないけどうーんとりあえず、まあ、発言聞いて決めます7番のプレイヤーは 発言してください6番さんが真なのであれば5番さんの村要素を言うべきでは5番さんの2周目は白いと思いましたよすごく、うん、2番さんの真を切ってたしグレー詰めを私新進行のグレー爪飲めてたんで5番さんの白要素を言えばいいのになぜ6番さんは開口一番、えー、5番さんは場面を見えすぎてたと、まあ、5番さんが狼であることを認めるような発言をしたのでしょうか芯なのであれば口が裂けても言うべきではないと思いますけどね それから8番さんが強にだったら黒は出しづらいだろうからっていう部分もありますし8番さん死んでいいでしょう2番さんに関しては、えー、5番さん自身が触れていましたが、えー、2番さんは9、えー、自分目線9145がグレーと言ったんですね4番さんを含めているところそれから5番さんを含めていなかったところこれが25だの証拠ですね だから4番さんも言ってましたが5番さんを釣った以上5番さんはおそらくパンダになるというところから9番さんに黒塗りをするしかなかった9番さんの黒予想を言ってください2番さんとですね今日は2級の欄ですね6番さんが結構で8番さん釣りをする理由もわからない6番さんが真なのであれば2番さんと9番さんの精査をすべきですよね8番さんを釣ってる余裕なんてないはずです昨日5番さんを釣った時点でね例の釣りなんてありえないんですよ ったところから6番さんの芯が切れる5番さんが黒ということで2五、えー、私がお、えー、初日から追っていとおり2五だと思いますね、えー、はい今日2番さん釣りましょう9番さんの発言黒いとこありましたかね絶対言えないと思いました2番さんは9番さんの黒よそうんやっぱ2五だと思うね6番さんの趣味がないところから2一は考えないかな今日2番さん釣りましょう 8番のプレイヤーは発言してください。は,さいはい、えー、5番さんが黒でした。ということで、もう自分目線はほぼほぼ25だと思ってます。ア、ま、バ、あ、さんがあそこでいきなり5番さんに、えっと、ヘイトを向けてり、まあ、釣り押すというか、えー、黒にする理由は全くないと思っていて、まあ、初日言ったとおり、えー、2番さんの偽、えー、3番さんを追わせたところ、ライン切りっていう発言をしたところから、 えー、黒の位で準備をしていたというところで、えーまあ、単純に小さん黒でした。うん、で、まあ、普通に投票から考えても、まあ、2番さんで終わるんじゃないかなと思っています。はい、そんなところですけど、特に言うことはないですね。はい。うん。それ以外何かあるかな。はい。で、最後の、えー、釣られる前に言ってた、まあ、2番さんも。 まあ出現というか4、5と含めて4を含めたっていうところは5番さんはまあそこを拾ってもう頑張って身打ち切るというかえ最後にラインを切っていくしかないんだなというふうに感じています。5番さんも最後、例の審理つけてくださいと言ったのは自分に苦労し結果が飛ぶことが分かっていたというところですかね。今日は自分はもう絶対に2番に入れます。以上。9番。 のプレイヤーは発言してください,ださい何も言わなくてもいいと思うから2番さんに言ってほしいんだけど5番さん昨日7番さんは白く見えたって言ったんだけど自分めっちゃ5番さん黒だと思ったんだよね5番さんがもし村人陣営であるのであればあそこまで2525 25って自分が黒く見られたら俺は人間普通の人間だったら切れると思う。 めちゃめちゃ感情的になると思う。まあ、そこが冷静に思えたっていうのを7番差は白要素って言ってたかもしれないけれども、25で2番差の出現を拾って、ここはもうかばいきれないと思って、2のシーンを切って7のシーン進行でいいって言ったライン切りっていうのはもうあると思うよ。うん、5番さん黒だと思って、2のシーンを切る進行で、 5番さんつって今日2つって終わらなければ7番の4の白だから1つって終わりっていう進行が村人としての最強の昨日の進行だと思った実際5番さんが黒とは思ったし8番さんがもし強人で5番さんが死番がで5番さんが白っていうパターンももちろんあるんだけれども強人視点って5で角黒できたら占い師ローラーして終わりなんだよねだからとてもじゃないか5番さんに黒って打てないと思うあそこまで2525って言われててしかも現に5番さん結構黒かったし5番さんの初日の3番の2番さんの殴りが脱っていうのが 雑だと思った3番さんはその視点で2番さんに対する的確な指摘をしたと思っているし2番さんの発言がずっとおかしいっていうのを分かってほしいかなその4を含めたっていう点でも何も言わなくてもいいと思ってるかな隠しの4番さんにも8番さんにも認めてもらえているから6番さん視点で8番さんを釣ってほしいっていう思考は明らかにおかしいよね真の霊能者であるならば5番さんの白が釣れている状況で2気の精査を絶対に間違えちゃいけないから6番さんが真だったら死んでも2気の精査すると思う,そうだ、ね、これくらいでいいかな。 <laughs> これくらいでいいですかね。2番さん行って終わると思う。終わらなければ1つって終わりだと思っているかな。うん、以上です。1番のプレイ強いね。分からなすぎて逆に楽しいんだけれども, <laughs> も,うもう。もう逆に楽しいわ。もう楽しい領域入っちゃったわ。4番からもうこれからの芸能から背負って背負えねえよ、こんな巻き越してんのに。一生懸命やってんだよ、これでも。うん <laughs> で俺,俺はむ村なのよ。村,な村だから、でえ,えっと、待って待って待って、ちょっと待って、考えるか待ってくれ。えっと、2番が黒。7番さん目線に、えっと、2番さんが黒でしょ。で、ここで終わんなかったら、じゃ八8番さんがなんだこれあって7番さんはなるわな。そこで8番さんを釣って、でも7番さんが2番さんで終わんなかった場合、68でロールって考えるのか、俺が狼って考えるのか、それは知らんけれども、なぜ9番さん俺を釣りをするの俺の狼要素はどこなの 1>, 1番さん、お俺はさ、ね、2番さんにさ、いや、しんろしんあると思うよってさ、優しく人な話でしょ。いや、それは冗談であってもう、とって切られたとこちょっと俺悲しかったけどね。うん、笑っちゃったけどね。うん。5番さんはそこが臭いって言ってるけれども。はぁ <laughs> <laughs>、でもさ、6がさ、5にしろってことでしょってことはで、4番隠しろじゃん。6番は俺に平トを向かのにってほしいよね。 俺にヘイト向いた一人印象いいし何言ってんだと思ったんだけれども結局どこに黒がいるのか全然わかんないし6番さん目線8番さんがローラなのかっていうのもなんかすごい具体的に言ってくれなくてなんかすごいふわ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 してる印象だったなっていうのはあるよ。うん、いやでも確かに5番を黒って打った場合に狼、うん、オ,オミローラしたは負けなんだから8番の2攻め要素は少ないよね。うん だから今か、あの、あの、霊能に、今日、心境がいるっていうのであれば、六、今日、八進かな、なんて思ってるけれども。二番で終わってほしいなって思います。<laughs> はい、二番へレッツゴー。二番。のプレイヤーは発言してください。 はーい9の黒要素を上げろと言われたので上げます。9の黒要素というのは初,週、えー、と初日の2週目の段階から25ロックしていたところ、そして今の6番への精査、6番というのは5から白結果が落ちており、6目線はど,どこに、えー、と村がいて、どこに狼がいるというのが分からない状態になっている。なので、対抗の8番しか釣りをするところはないんだよ、6番目線。なのにそれを29を死ぬ気で精査しな,かしないといけないといったところは、9番さん、あなたの黒要素ですよ。6番目線、死んだのではないか。 えー、どこに狼がいるのか分かんないから、太鼓の陣害である8を釣り落とすしかないんですよ。だから6万あんな迷ってたらと思いますよ。ん真だったらもうちょっとしっかりしてほしいと思いますが。えー、っと8番が俺の俺目線はもう偽霊能として透けてます。急に黒結果が落ちてる点から、おそらく7九ローローかと思いますが、もしかしたらこれ、どうなんだろう。7強の8九ローローもあんのかなと思いますけどね。もしかしたらね。 確かにあの皆さんご指摘の通り、8番が、えー、と5に黒結果を打つって強靭だったらかなりの利的行為だと思っていることから、8、9、6、6、7強もワンチャンあるのかなと思っています。まあ、7の出方的にもなんかその怪しかったしというところも含めてね。でごめんなさい、4万3を含めたのは大変申し訳ありませんでした。あ今日は9に黒結果を打つところから9にいってほしいです。も で7、8どっちかは分かんないけども、8か7どっちか占えばもう明日判明するので、まあ、それでいいんじゃないかと思っています。まあ、占い先については、まあ、もちろん俺、初日から1を白置きし、まあ、5に対してはよく色が見えてないといいで、9に関しては初日から怪しい、初週から怪しいと言っていることから、9を占うというのは僕のもう完全に発言で落ちてたかなと思いますが、まあ、今日は9に行ってください。 7八の精査はしっかりしていきたいなと思います。どっちが今日でどっちがろうかは分かっていません以上。投票を始めてください。何やオラじゃないべ。2>, 2番。 プレイヤーが選ばれました。一票さ。ゲーム終了。村人の勝ちです。村つえー。 2号でしたね。村強かったですね。いい村でした。Good game, GG。山崎まお好き。山崎まお最強。 ゲームですねすごいねこのグレー詰名から勝てるパターンって珍しいですねいいですねいい試合でした